あそこまで行ってみようかなと思います。今日はですね、岡山県津山市に来てます。で、ここが、この目の前の川が吉井川ですね。で、この近く、もうすぐ横に津山市立南小学校というのがあります。で、ちょっとね、今日ね、気になる場所がこの近くにあるので、行ってみようかなと思います。もうこの近くなんですけど、今日はここなんですけどね、一回このテレビ話題になった場所なんですけど、設置されてます。こう見ると、まあ、自転車、歩行者は大丈夫、自転車になるとほらこんな下が急な階段になってます。このあのバーはなんか最近設置されたそうで、それまではなんか普通になんか車が通ってあの下までガリガリって落ちたそうですね。で、これは市役所が対策を取ってなんか置いてるみたいです。で、もう普通にこう自転車で渡っちゃうとそのままなんか行ってしまいそうな感じです。あっちに階段が、まあ要はね、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。